V のブラウスを主役にしたコーディネートで、もうとにかくシルエットが可愛かったのでこちらをメインに着まして、で前から見ると一見シンプルなんですけど、後ろを振り向くとフィグのあのお家の可愛い柄が出てくるのがポイントです。新しいブランドの V のボンタンパンツ、爽やかなギンガムチェック可愛くって、ウエストのリボンをちょっと私どうしても包帯のように首に巻きたかったので、そのようなスタイルにしてみました。羽織っているブラウスのシルエットがとても気に入ったんですけど、カジュアルな合わせが特に好きなのでスウェットパンツで合わせてみました。上もカットソーにするとちょっとカジュアルすぎるかなと思ったので、レースのブラウスを合わせていて、ブラウスとシャツの合わせも気に入っています。トップスの黒いブラウスに合わせて、水玉のドットの、透け感のあるワンピースとその下に白いデニムを合わせてモノトーンでコーディネートを組んでます。で下に着てるワンピースが透け感があるので下にちょっとボリュームのあるワイドパンツを持ってきてるんですが、天使長でもそんなに重くなりすぎずおすすめです。ちょっと甘すぎるのがそんなに得意じゃないんですけど、付け襟に挑戦してみたい気分でして、ユニの、前後両側で着られる付け襟ブラウスが気になりました。取り外してもあのシックな感じで、あの柄のパンツと合わせても可愛いかなと思ってコーディネートしました。マックスニットのギンガムのピンクのブルゾンを私はあえて肩から斜め掛けをしてコーディネートのポイントになるようにつけました。アイアンマイのパパデニムは商品名からしてあのサイズ感がすごく大きくて古着のような感じですごく可愛いです。コーディネートを組んでいたらたまたまお揃いになってしまいました。ベストとパンツ両方とも可愛いのであの組み合わせたかったんですけど、こちらもちょっと大きめのシルエットなのでウエストをインすることでバランスをとってみました。ちょっと一癖あるモノトーンコーディネートです。
で、なんかドットのパンツ、私も初挑戦だったんですけれども、なんかこういうビッグの V のシャツを今着てるんですけど、ドットの面積をちょっと調節して着てみました。こちらは、ドットのシャツワンピースがポイントかと思いきや、パーリッシーのマリンパンツがポイントではあるので、この格好で海辺をお散歩したいです。デニムサロペットの前面が少しシンプルだったので、襟にデザインがあるブラウスと合わせてみました。サロペットはボタンで2段階調節ができて、裾にもボタンがついているのがとても可愛らしいです。のデニムワンピースなんですけど、多分普段だったら白シャツとか白ロンティーに合わせたいんですが、今回はデニムの色と合わせたパーリッシーの綺麗な青を合わせて、なんかワントーンコーデにしてみました。なんか色が統一感あってお気に入りです。チェックのブラウスとデニムでとてもシンプルな着こなしになっているので、そういった時は髪型でアレンジをしたりして楽しんでいます。カルドのバッグはとても大容量となっていて、ポケットも大きめなものがたくさんついています。春夏の旅行でしたらこれ一つで行けちゃいそうです。セーラーカラーのカーディガンに薄いブルーの小花柄のパンツを合わせてみました。カーディガンは1枚でもとても着心地がよく、着丈も長すぎないので小柄な方でもバランスよく使っていただけます。サロペットは一番短くして着てギリギリちょうどいいぐらいでした。あえて袖丈の長いトップスを合わせてもバランス可愛かったです。真っ赤なドレスに茶目気を足すようにギンガムのパンツを合わせてみました。サイドスリットが深めなので中のボトムスもチラチラと見えてくれます。コットンとキュプラの素材感ですごく軽く、私がペタンコ靴でも引きずらないので、小柄な方にもぜひチャレンジしていただきたい丈感です。ピンクの花柄のワンピースとパンツでワントーンコーデにしたので、差し色で白の付け襟を加えました。少し甘めなコーディネートの時はミリタリーのブルゾンなどを合わせるのがおすすめです。
甘めなワンピースと、ブラウスの合わせなんですけれども、ごつめなブーツと、アイウェア、メガネをかけてちょっと外したのがこちらのコーディネートのポイントです。サボンのチュールワンピースが甘めですごい可愛くて、でもちょっと自分らしい着こなしに落とし込んでみた時に息のキリッとしたデニム合わせがしっくりきたの でちょっと黒のブラウスとワントーンっぽく合わせてみました。私の得意なレイヤードスタイルです。ワンピースの中にはパンツとシースルーのトップス、上にはベストを着ております。ベストのボタンを掛け違えてわざと使っているのが、ポイントです。実はこちらのワンピースは企画の手書きのプリントのワンピースでございまして、今回特別に皆さんにその様子をご覧いただこうと思います。アンビデックスストアの本田です。この春は、チックだったりフリルがとても気になっているので、こちらのアドレグサボンのオリジナルチェックの色合いがすごい可愛いチェックのブラウスだったり、ベルデサボンのフリルがたくさんのスカートを買いたいなと思っております。はい、ノートエッセンスの中島です。パステルなカラーだったり柄物がたくさんあってすごく楽しめました。まだまだちょっと寒い時期ではあるんですが、すごく春を心待ちにして、洋服楽しんでいきたいと思います。はい、パーリッシーの田辺です。春はやっぱり色が鮮やかなものが気になっていて、新しいブランドの V のこのシャツの形がすごく可愛かったです。ブランドによって結構シャツの形とかいろいろ特徴があるので、ぜひ着比べてほしいです。アトリエルサボンの秋葉です。小さい方、低身長の方にも着ていただける感じを見ていただけたら嬉しいです。このベストとこのニットとすごく着心地とコーディネートの楽しさと一押しだったので、皆さんもぜひチェックしてください。ありがとうございます。はい、ハテナの朝尾です。基本シンプルなスタイルがいつも好きなんですけれども、今回もシンプルながら珍しいアイテムがあったので、ちょっとデニムメインでこの春たくさん着回したいと思いました。